それじゃあ新しい曲の、準備段階ができたんで、この T シャツ、この前友達に連れてってもらってかっちょいい車の品評会行ったら、なんでか俺車運転しないんだけど T シャツがあったんで買っちゃった、かっちょいい T シャツと思って買っちゃって、でまずこのシーケンサーっていうので音を作っといて、これにいろいろ食わすって、まあ、価値上げるんだよね。これからこっち価値上げるんだよ。で、これだと一つ一つの音が、一つ一つの音が分かれないから、まあこういうふうにいろんなトラックごとに分けて、アサインって言って振り分けてんだな。で、まあこれはバグパイプと、ドラム。これは、バンジョーとシタールとバグパイプで、これは三味線と、ドラム。これは尺八、バンブーフルート、英語ではね、尺八。これベースとドラム。これはまあキーボードで、まあそろそろやってみようと思います。
最初レゲエ風にしようと思ったんだけど、インドの楽器のシタールとかバグパイプとか入ってから三味線とかなんかよくわかんない感じになったと思うんだけど、まあでもまあ低音が結構出るからこの新しい機材結構面白いかなと思ってます。あんまりまだ使い倒してないんだけど、価値上げてでまあ食わしてから振り分けて、それで押さえてるだけなんだけど、まあそんなにねいじってはね使い倒してないんだけど、まあこれから勉強していこうと思います。